連休部。これはとある学園の部活連、その部活メンバーはまず5人の乙女、西尾玲、世話焼きで姉御肌な性格の学園2年生あなたのいとこで昔から仲がいい彼女は親が海外出張であなたの家に下宿中、学校には内緒の2人きりの同居生活の行方は、筒井めぐみ、ちょっぴり小悪魔な学園2年生ファンクラブまであるのにもっと男心をつかみたいと恋愛研究部に。果たして彼女の笑顔は男を騙す嘘か。朝倉愛菜、男女問わず信頼厚い、学生会の副会長、演劇部にも所属する彼女は恋愛劇の演技力を磨くため部に入る。そんな愛菜には実はいろいろ秘密があって。歌の香り、クールで気さくな数学講師、学生に素敵な恋愛を、そう願って恋愛研究部の顧問を引き受けた。しかし時折見せる寂しげな笑顔の訳は、綾辻セリカ、学園の学生会長であり完全無欠の女王様、恋愛研究部でも部長を務める学園3年生。目をつけられたその日から彼女に振り回される日々が始まる。さらに西尾玲の幼な筒井恵のからかい相手であり、朝倉愛菜の親しい男子であり、歌の香りが気にかける学生であり、綾辻セリカになぜか下僕として扱われている。それが連休部唯一の男子であるあなたです。そして物語の舞台となるのは私立大岡学園、その中庭の片隅に立つ小さな天使像には一つの伝説があります。いわく風に吹かれた天使像は稀に美しい鏡面音を奏でる、まるで恋人たちを祝福するような天使の声。その旋律に包まれながら告白して生まれたカップルは、というわけで今日も私立大岡学園では校内恋愛が盛ん。そこで学生の恋愛相談を受け合うために設立されたのが恋愛研究部、略して連休部なのです。さて準備はよろしいですか。甘酸っぱくもちょっぴり切ない、そんな恋の物語の幕開けです。ちょっとよそ見するなんていい度胸ね。今は部活中よ。まったく、これはどういうことかしら。せっかく連休部を作ったというのに今日は学生からの相談ゼロだなんて。なんとかしなさい。はぁ、諦めが早いわね。下僕なら主人のために全力で知恵を絞るべきではなくて。ねえ、だったらさ、ここにいても暇だし私と遊び行こうよ。二人っきりになれる店知ってるから。ねえ、めぐみと遊び行こうよ。ん？何が？
ちょっとめぐみ、これは私の下僕よ。あんまりちょっかいかけちゃダメ。にゃあ。彼はめぐみと一緒に遊び行くんです。ダメよ、これは部活に残って私のために働くの。いい加減にしてください。あ、もうお二人の争いにこの人を巻き込まないでください。解散なら私この人と一緒に帰りますけど。ん？彼と一緒に帰る？レイちゃんずるい。彼と一緒に帰ってそのままデートにでも行くつもり？何言ってるの？デートなんて行くはずないでしょ。じゃあ彼を連れて行かないで。彼はめぐみと一緒に帰るんだから。連休部のみんなって本当に仲いいね。ほら、喧嘩するほど仲がいいって言うでしょ。西尾さんとメグもそれなんじゃないかな。あの二人の喧嘩って子猫がじゃれ合ってるみたいで可愛いし。なんでもいいけれど、このままじゃ活動ができないわ。はい。了解です。ほらほら、西尾さん、メグ、そこまで。もう喧嘩はおしまい、部活やるよ。え、でも今日は恋愛相談来てないんじゃ。確かにそうだけど、部の仕事は他にもあるよ。連休部ってまだできたばかりだから、今後の活動をもう少し話し合いたいし。なるほど。だから、メグもまだ帰っちゃダメだよ。でも、ね？はーい。今、失礼なこと考えてないかしら。そうね、愛の言う通り今度の活動を話し合うのもいいけれど、やっぱり学生の恋愛相談に乗るのが私たちの仕事よ。だからどうにかして恋に悩む学生を見つけ出しなさい。おーい、みんな、恋愛相談が来てたぞ。ここに来るついでに学生会の投書箱見て回ってな。箱の中に恋愛相談が書かれた用紙が入ってた。ほい、これ。ありがとう、香里。うん、役に立てたならよかった。褒美にこれを一日好きにできる権利をあげるわ。ま、気持ちだけもらっておくよ、あやつじ。知りたい？じゃあ足元にひざまずいて、そしたら教えてあげる。ノリが悪いわね。恋愛相談来たんですか？あ、私にも見せてください。あやつじ先輩、私にも。先生もまだちゃんと見てないんだよな。なんか大胆な相談。あれれ、レイちゃん顔真っ赤。うるさい。とっても素敵な恋愛相談が来たね。うん、連休部にぴったりな依頼内容じゃないか。この恋愛相談を解決する鍵はあなたかもしれないわね。
待してるわよ。下僕の腕の見せ所ね。なびかない男を振り向かせるのが面白いんでしょ？絶対、私が守ってあげる。大好き！みんなにはさ、私みたいな思いしてほしくないんだよ。そうね。あなたがひざまずいたら好きになるかもしれないわ。試験勉強、一緒にしてもいい？君と一緒だと、勉強がはかどるんだ。ねえ、私のこと、好き？私は、大好きだよ。私だけの王子様。